はいどうも皆さんこんにちは、つんつんです。え、今日なんですけれども、環境表ティアリスト、こちらやっていきたいと思います。で、ラジオ動画になりますので、まあ、あの、なんて言うんだろう、ずっと見ておくっていうよりも、なんか垂れ流しで作業とかしてもらったら嬉しいなというふうには思っております。 で、えー、まあ、ティアリストこれ何ぞやって言うと、えー、ティア1っていうのが環境トップ、ティア2っていうのが純環境、ティア3っていうのがその下、みたいな感じで、えー、思っており、えー、お持ちで、っていうような感じになっております。で、えっ、ー、と、まあ僕が今こういう風に思ってるよー、みたいなところとかをシェアしていきたいと思うんですけれども、まあ、これは、あくまで僕の脳内の、えー、ティアリストになります。なんで、 うーんとね、まあ、すべての情報を鵜呑みにするっていうよりも、どっちかっていうと、ああ、そういう風に考えてるんだ、みたいな感じで、えー、楽しんでもらえたらなと思ってます。で、1週間ぐらい経ったんですけれども、まあ、1週間経って評価として、えー、変わった点としては、まず幻想が、えー、ティア3からティア2に格上げしてます。まあ、それぐらいのポテンシャルあるかなと思ってて、まあ、理由は後ほど話します。で、ティア3に格下げしちゃったのが、サンダードラゴン、ガイアサメ、ブルーアイズみたいな感じで、 ティア2に当初置いてたテーマをガクンと、えー、ティア3に落としました。ティア2に残ってるのはもう月光だけで、あとはティア1のハーピーみたいな感じだね。です。で、基本的に環境っていうのは、まあ三角形を作るんですよ。三角形ってなんだっていうと、まあ頂点のテーマ。今回だったらハーピーですね。がティア1。で、そのハーピーに対して強いテーマっていうのがティア2に大体僕は来ると思ってて、まあもしくはティア1で同列になるんですけど、それがまあ月光なんですよね。 月光がハーピに対してのまあベストカウンターだと思います。ある程度のデッキ、えー、まあ強いデッキにおいて。で、その月光に対して強いデッキっていうのは何なのかっていうと、まあ、基本的には、えー、まあ多少微有利とかそういうのなし、ちゃんと有利つくのはトラミットと、えー、幻想なんですよね。っていう風な感じになってます。なんでまあ幻想の評価としては、 ええと、は、まあ、ただ幻想はちなみにハーピーに弱いんですよ。なんで、ハーピーが幻想に強く、幻想が月光に強く、月光がハーピーに強いっていう、ここの三角形が今出来上がってるかなと思ってます。ただ、これは、えっ、ー、と、なんて言うんだろうな、サイド制の大会とかにおいてはまた話が変わってくるんですよ。基本的にまあ、KC カップとか、えー、勝ち抜きのリーグ戦とか、まあその辺において話していくと、この三つのテーマっていうのが強いかなと思ってます。 で、えー、逆に、まあ、僕の中でティア2からティア3に落としちゃったテーマ。ここについての理由を話していきたいんですけど、まあ、さ、えっ、ー、と、まずサンドラ。サンドラはね、実行率がやっぱどうしても許容できないですね。回った時っていうのはめちゃくちゃ強いんですけど、事故るんすよ。で、えー、まあ、初動がない率っていうと、デッキマイス熱くなればなるほどなんですけど、30枚とかになると、初動動けません。誘発は、えー、抜きにしてね。初動動けませんっていうのが、 50%、えっ、ー、と、初動、動けますかなが50%なんですよ。なんで40%何事故っちゃうみたいな感じになるんですよね。じゃ、薄くしていけばしていくと、まあ大体初動率が良くて7割ぐらいになるんですけど、じゃそこまで初動率上げました。まあそれでも3割事故るんだけど、ただ誘発が少ないですとか、要はサンドラの耐えて耐えてっていうのができませんっていうような感じのデッキになっちゃうんですよね。なんで、サンドラはね、回るんかって言われると、回んないねっていうことが増えてきたから、だから、え個人的には、 パワーは高いけど安定感がないのでティア3みたいな感じで考えてます。で、ガイアですね。えっと、ガイアに関しては、あの、最初はハーピに対して強いかなっていうふうに僕も思ってたんですよ。それでまあ評価としてはティア2に置いてたんですよね。ただ、ハーピに対して別にそこまで有利じゃないなっていうふうに思い出してて、やっぱ先行取られた時のスクラッチクラッシュがめっちゃきついんですよ。えー、昔のガイアってある程度デッキの中のね、 え、不純物。要は、妨害札が多かったとしても、スキルで戻せたから良かったんですよ。でも、逆に今、妨害札引きすぎちゃうと、え、初動動けないっていう事故が発生しちゃうんですよね。ってなると、妨害札の枚数っていうのがガイアは、普通は減ってるんですよ。で、減ってくると、あの、スクラッチクラッシュで止められちゃった後がめっちゃ続かんっていう。それできついみたいな感じになってるんで、まあ、評価としては、ちょっと下げちゃったかな、手やすりかなと思ってます。で、サメに関しては、まあ、サメブルーアイズに関しては、まあ、いけるかな、 っていうふうに思ったっていう気持ちはあるっす。まあ、サメとかに関しては特に大会とかでも結果出たし。ただ、やっぱま、サメはサメだし、ブルーアイズはブルーアイズだし、この辺のパワーかなとは思ってます。で、サメは特に、えー、っと、ハーピーに対して有利取れるわけでもなく、月光に対して有利取れるわけでもなく、えー、あと、幻想に対しても有利取れるわけでもなくって感じなんですよ。ってなると、えー、っと、手厚いにここに並べちゃうと、え、でも自分さぁって、ティア1、ティア2のテーマ全部苦手じゃんって言われちゃったら、 僕もうどうしようもないな、なんないんで <laughs>、もうそうなったら、そのテーマってティア2じゃなくてティア3だよねって思ったから下げたって感じです。で、ブルーアイズに関しては、まあ回った時のブルーアイズはね、これね、ティア1じゃないです。ティア0です。ただ、回らない時のブルーアイズはティア5ぐらいなんですよ。で、えっと、幻想が台頭してきたんですよね。これあくまでも僕の中でなんですけど、僕の中で、てか大会の結果とか見ても幻想がちょこちょこ入り出してるんですよ。入賞し出してるんですよ。で、幻想自体の熱は上がってきてる。 し、研究も進んできてるし、まあ、ある程度、あ、幻想ってパフォーマンスあるデッキなんだっていうふうに認知されてきましたと。ってなったら、シューベルトっていう墓地を除外する融合体が、ブルーアイズめっちゃ苦手なんですよ。だから、幻想の評価上がるんだったら、ブルーアイズ相対的に下がるよねっていうことで、ティアスリーになってます。という感じですかね。で、これちょっと試してないんですけど、あの、ブルーアイズが幻想に勝つためには、ま、いろいろ考えた結果、ネクロバレーが入ってて、 え、進化した最強ドラゴンじゃなくて、オルタナティブとかの方がまだいいんじゃないかなっていうふうに思います。太古の白石除外されちゃったら何も始まんないんで、じゃあ除外されないような構築にしようってなったら、まあネクロバレーがヒントになってくるのかなとは思います。じゃあネクロバレーがめっちゃこのいろんなデッキに刺さりますかっていうと、まあハーピーに対して刺さんないでしょそもそも仮場で笑えちゃうし。で、幻想はちょっと癒っすわ。でも、月光は白ウサギで一応剥がせれる。まあ嫌だけど、みたいな。まあまあまあって感じ。 で考えると、うーんってすごい難しいよねっていう、えー、立ち位置にはいますね。なんで、ブルーアイズは、そうやって、構築を変えないとちょっときついなっていうテーマがいるんだったら、かつ、他のテーマにめっちゃ勝てるってわけじゃないんだったら、ティア2にするのは難しくティア3かなと思ってます。で、えー、まあティア1のハーピーのところの部分とかちょっと話したいんですけど、やっぱハーピーはね、あの、ヒステリックパーティーが入ったから、 むしろなんかそっちの方が構築的には強いっていうところもあって、で、全体的に他のテーマがそんな強くなくなったんだったら相対的に強くなってきたかなというふうには思います。なんで、まあ、ハーピーに関してはヒステリックパーティーでドンって蘇生して、え、アドを回復したりっていう動きとかはもう、あの、他のテーマがなかなかアド稼げるテーマっていうのがサンダードラゴンとかだったんですけど、まあ、この辺のテーマがちょっとシェア率下がるんだったら、 いや、そはもう、ハーピー、何、盤面一気に返してくれとんねん、みたいな感じになるので、まあ、アドを稼ぐっていう部分においても、ティアワンに入ってくるのかな、っていうふうには思います。で、次は幻想なんですけど、これ、個人的にめっちゃ評価上げて、最近もう幻想しか触ってないぐらいですね。で、えー、幻想はね、ハーピーには苦手なんですけど、まあ他のテーマには、概ねいいというふうな感じの評価で、えー、僕は考えてます。 で、えっと、幻想なんですけど、あの、ミラーが結構クソゲーになることが多くて <laughs>、えっとね、まあ、ブルームディーバーを抜けないんですよ、お互いに。あの、普通の幻想のギミックだけじゃね。お互いあの、効果破壊できないモンスターなんで、で、ブルームディーバーがどっちも立ったら、戦闘ダメージも与えれないっていう、効果破壊もできないっていうことで、睨み合いになっちゃうんですよね。なんで、まあ、そこで、例えば、えー、あのカードですね。えー、っと、ブレイクスルースキル。 だったりだとか、えー、その辺が注目されてきてます。ブレイクスルースキルっていうのは、ハーピーに対しても強いんですけど、え相、ー、手モンスターの効果を無効にするんですよ。それをブルームディーバにかけてあげるというふうな感じですね。で、あとは、まあ、睨み合いになった時に、デッキ枚数が多い方が有利なんですよ。攻めなくていいんで、デッキ切れがちできるから。だから、えー、まあ、熱い幻想とかも出てきてるんですよね。 で、熱くしちゃうと、まあ、結局、オスティナオとか、独創第一楽章弾けない的に弱いんですけど、えー、幻想ね、ソロっていうモンスターいるんですよ。それがね、相手に戦闘破壊されたら、えっと、好きな幻想をデッキから出せるんですよね。それで、例えば、この今、このね、えー、画像にもあるようなソプラノとか出せば、文字のソロをそのまま回収できるんですよ。なんで、それで、えー、次のターンの初動につなげるみたいなこととかもできたりしますね。 で、まあちょっと戦闘破壊されなきゃいけないっていうところがあるので、まあ若干受け身なんですけど、ちょっとデッキ枚数厚くするんだったら、ソロを入れるとかっていうのはね、えー、結構いいんじゃないかなというふうには思います。で、月光に関しては、手札が揃わないときは、まあ弱いんですけど、むしろ揃まあ逆に揃ったときは、結構ほぼほぼ全てのデッキに勝てるみたいなぐらいのポテンシャルはある、えー、すごくいいテーマなんじゃないかなと思ってます。で、えっと、幻想とトラミット。まあ幻想はね、 えーっと、攻守ゼロにされちゃう。で、トラミットは、トラミえー、っと、スフィンクスですね。がしんどいと。スフィンクスどうしんどいかっていうと、まあ、具体的には赤の狐の効果使われて攻撃力ゼロになった後に手札からピュッてスフィンクス出されちゃうと、そのスフィンクスしか殴れないんで相手は。で、それがちょっと困った困ったみたいな感じになるんですよね。なんで、トラミット相手に対しては、幻想は苦手だと。 まあその辺とか、月の人とかでね、えカナディアとか、まあ何でもいいんですけど、聖杯とか。で、えっ、ー、と、版面変わったりとかもするかもしれないんですけれども、まあ幻想は結構手二誘発で耐えてっていうのが主流なんで、まあ、なんていうかな。まあ苦手は苦手ですね。まあその辺ぐらいまで寄せないと厳しくなってくるんじゃないかなと思います。で、まあサンドラガイアに関しては結構話したし、トラミットに関してはね、一応ティアスリーなんですけど、 まあワンチャンティア2ぐらいのポテンシャルあるんじゃないかって、わまあらまあ思ってはいるんですよね。ただ、サイクロンが苦手で、サイクロンがね、これね、ハーピーにも強い、月光にも強い、えー、ガイアにも強い、えー、ブルーアイズにも強い、えー、サメちゃんにも強い、あとまあ幻想もね、に対しても全然使える。で、サンダードロがもう100ラインに対して強いみたいな感じで、まあなかなか入りやすい環境かなと思うんですよね。ドリーム UR チケット皆さん何と交換しますかってったらサイクロンと交換できるって。 いうことを言ってるぐらい、まあサイクロンは結構みんな注目してるカードなんじゃないかなというふうには思ってます。なんで、トラミットからしたらちょっと向かい風かなとっていうところでありますね。で、サメちゃんに関しては、まあさっきもちらっと言ったんですけど、幻想の台頭で結構厳しくなってきたかなというふうには思っております。そんな感じです。 まあ今日はね、相性表とかは出してないんですけれども、まあチームオーズっていう海外リーグの方でね、え、相性表を出まして、それを僕が使ってもいいっていうふうに、え、言ってもらったんで、上の人に。なんで、まあまたそこで相性表とかは見ていきたいと思います。週の半ばぐらいね、え、そちらの動画を出せればと思ってますんで、その辺気になる方はぜひぜひまた見てください。では、今回の動画は以上になります。参考になったらぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。